マルグリット・ブロックリスはフランスポー出身の女子テニス選手。1910年代から1920年代にかけて活躍し、フランスのテニス界の黎明期を築いた名選手の一人である。彼女は1912年ストックホルム五輪のテニス女子シングルス金メダルでよく知られるが、出場資格がフランス人選手のみに限定されていた初期の全仏選手権でも結出した成績を残し、 女子シングルス2勝、女子ダブルス1勝、混合ダブルス3勝を記録した。ブロックディスは1910年から全仏選手権で活躍を始めたが、最初は女子シングルスで1910年と1911年の2年連続、準優勝があり、ジャンヌ・マシーに連敗している。1911年の全仏選手権、混合ダブルス部門で、 ブロクディスはアンドレゴベールとペアを組んで初優勝した。1912年のストックホルム五輪ではテニス競技は通常の屋外競技に加えて室内競技の2種類が実施された。ブロクディスが女子シングルスの金メダルと混合ダブルスの銅メダルを獲得したのは通常の屋外競技である。ブロクディスは女子シングルス決勝で ドイツ代表のドロテア・ケイリングを4から6、6から3、6から4で破って優勝し、混合ダブルスではアルベール・カネとのペアで銅メダルを獲得した。1913年と1914年にかけてブロクディスは全仏選手権で女子シングルスに連覇を達成する。最初期の全仏選手権は試合結果や選手のフルネームも正確な記録が残っていないものが多い。 1913年にブロクディスがジャンヌマシーを破った試合のスコアは残っておらず、1914年にスザン・ヌランランを破ったスコアからは記録が残されている。全仏選手権の女子シングルスで2連覇を達成した年、ブロクディスはウィンブルドン選手権の混合ダブルス部門でも活躍した。パートナーはアンソニー・ワイルディングであったが決勝で ジェームズ・パークエセル・トムソン・ラーコム組に6から4、4から6、2から6で敗れて準優勝になっている。1915年から1919 19年まで第一次世界大戦のため全仏選手権の開催が中止された。その間、1917年にブロクディスは最初の結婚をし、夫の姓、ビローを併用してマルグリット・ビローと名乗ったこともある。 1920年から再開された全仏選手権では2大会連続でブロクディスとスザンヌランランが女子シングルス決勝を戦ったが6年ぶりの決戦ではランランに1から6、5から7で敗れ3度目の優勝はならなかったその4年後1924年にブロクディスは女子ダブルスと混合ダブルスの2部門で優勝を果たす13年ぶりの混合ダブルス優勝は ジャンボロトラとのコンビだった。この年まで全仏選手権は出場資格をフランス人選手に限定していたが、1925年から国際大会となり、大会名称がフランス国際選手権に変更される。ブログディス自身も最初のオットビローと別れ、かれ、1925年にボードと再婚した。国際大会になった後、ブロクディスは百二十七年に、 再び混合ダブルスでボロトラとペアを組み、ビルチルデンリリデアルバレス組を6から4、2から6、6から2で破って3年ぶりの優勝を果たした。全仏選手権の転換期を生きたマルグリット・ブロクディスは、37歳を迎える1930年まで現役を続行し、1983年4月23日にオルレアンにて90歳6日で調整した。 ありがとうございます。